皆さんこんにちは、こんばんは。レオでございます。ここは埼玉県の春日部駅、東武鉄道の駅でございます。今回ご紹介していく電車はというと、デビューが1975年、昭和50年、今から45年前にデビューした、とてつもなく、古い東急電鉄の中で最古の、車両、東急8500系についてご紹介していきたいと思います。東急の8500系は長野電鉄にも、使われております。この映像は、長野電鉄の特急湯けむり号の前面展望から撮った動画です。ご乗車ありがとうございます。この列車は特急スノーモービル長野行きです。これより先は権堂終着駅長野の順に停車してまいります。このように長野電鉄で、お風呂になった特急電車を、使っているぐらいなんですけれども、まだまだ東急では現役で走っております。この車両は昭和51年、1976年、44年前に製造された車両です。今の電車では考えられないような音を立てて、ドアを閉めて、春日部駅を出発。モーター音に注目してみてください。この音は JR 東日本に使われている特急オドルコ185系、あの電車も40年が経過しておりますが、それに、負けないぐらいの、モーター音を出して、走行しております。かなりうるさいです。これがね、今でもね、東京とか埼玉県とか、都会の真ん中を走っているということで、本当に貴重な車両となっております。僕の生まれが神奈川県の中央林間、この電車と同じ行き先の、中央林間で生まれたんですけれども、子供の頃から東急田園都市線で育っておりまして、本当にね、小さい頃からもうずっとそばにいるような車両なんですよね。僕今22歳なんですけども、22年間もう未だにこうやって現役で走ってるこの車両を見ることができて、そして乗れるっていうのはね、まるで思い出が現実に見えてるかのように、思えてとても嬉しいです。ローレル賞を取っています。1976年、44年前です。そんな昔にね、そういった鉄道の賞を取っている車両になっております。加速した時の音がえげつないですね。上には扇風機がついております。こんな感じ、本当にレトロな車内です。今時天井にね、扇風機がついている電車なんてね、しかもこれが東京とかの、都会をね、走っているって思えないと思うんですけども、こんな電車が未だに現役で走っているんですね。一気に坂を駆け上がって反対側に見えてきた車両は、こちらも古い、東京メトロ半蔵門線の8000系です。デビューは1981年、昭和56年、約40年前にデビューした本当に古い車両です。そしてこれから通過する北越谷駅では、ホームドアがついております。この45年も前の車両と近代的なホームドア、この2つを同時に見れるって面白いですね。これはなかなかね、歴史を感じさせる、風景だなと思わせてくれます。電車はゆっくりと越谷駅に入線しようとしております。この駅で特急の通過待ちを行います。
次の停車駅はどこだっけな。上を見てもあれモニターがありません。そうです、この電車は45年も前の、電車ですので当たり前ですけど、ドアの上には案内表示のモニターなどありません。このようにね、空欄というか、何もないんですよね。上の路線図はちゃんと最新のものに変えられております。さすがに45年前の路線図だったらね、困りますからね。2019年10月1日と最新に近いものをちゃんと使っております。そしてこの開くドアにご注意くださいのこのドアのステッカーなんですけども、僕子供の頃から、乗っているとお話ししましたけれども、その頃からずっと貼ってありますね。22年間ずっとこれ使ってるんじゃないかなと思うんですけれども、ああ懐かしいなと思ってね、ついつい撮ってしまいました。ということで新越谷駅に、到着いたします。今回はここまでとなります。ちょっとね、東急8500系がたまたまねやってきたので、これは古い車両今のうちに取っておこうと思いまして、とりあえず春日部から新越谷までの短い区間に、乗車してきました。今の電車ではありえない、この四角い窓からの、全面展望はとても素晴らしかったです。今の電車は丸っこいですからね、なかなかこんなに四角いのをね、見ることは最近は滅多にないと思いますので、なかなか楽しかったです。ということで今回は東急電鉄の、最も古い、最古の車両東急8500系に乗ってきたという動画でした。デビューから45年未だに現役としてバリバリ働いているこの電車ですが、近い将来ね引退してしまうんじゃないかと騒がれております。噂では2022年度ぐらいにはもう完全に消えてしまうんじゃないかなと、そういう噂もされておりますので、実際現在少なくもなってきてます。本数はかなり見ることが少なくなってきた貴重な電車ですので、皆さんもぜひ東急線、そしてこの東武の直通でね、乗る機会がございましたらぜひとも、乗ってみてください。ということでご視聴いただきありがとうございました。